グルがいる。僕が見えるのクポ。あなたたちは選ばれし一クポね。じゃあモーグリのお店にようこそ。僕が店主のモグヤクポ。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるの。その通り。僕はモグに憧れてお店を開いたんだクポ。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけクポ。俺に見えていいのか。それは言わせないでほしいクポ。商品はみんなで集めた名品珍品クポ。モーグリメダルと交換するクポ。まずは会員になってほしいクポ。モーグリメダルを見つけたら買いに来てほしいクポ。モグヤはメダルを集めてどうするの？もちろんみんなを幸せにするクポ。それがモーグリの使命だからクポ。モグの物語と同じだね。何でもや、頑張ろうね。ああ。次どうする？やけに張り切るな。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない、仕事だ。え？え？だから張り切るよね。確かにそういうやつもいる。私そういうやつ。よろしくね。どうぞ見てってくぽ。おかげでメダルかなり集まったクポ。みんなを幸せにする力溜まってきたクポ。よかったな。クラウド、もっと楽しもう。じゃあ俺をもっと幸せにしてくれ。楽しく笑えるように。メダルが足りないクポ。それは大変。クラウド、探しに行こう。頑張ってクポ。いらっしゃいクポ。みんなを幸せにする準備ができたクポ。モグの物語と同じなら私たちの願いが叶って幸せになる。二人だけじゃないクポ。このスラム全部を幸せにするクポ。大きく出たな。モーグリメダルの熱心なコレクターは何人もいるクポ。集めたメダルを買い取ってくれるクポ。それを元手にスラムのあちこちにお店を作るクポ。子供たちは仕事にありつけるし、暮らしは便利になる。みんなが幸せになれるはずクポ。しっかりしてるクポね。もちろん二人には報酬を払うクポ。俺たちが直接コレクターと取引したらどうなる？それは困るクポ。計画は秘密にした方がいい。ありがとうクポ。僕これからもみんなのために頑張るクポ。誰か腕自慢はいないか？力を貸してくれ。